近く出てましたけど、まあまあ、すごい安定感で何も怖くない。おお、今ので削れるのか、怖え。おお、早い。車の話、出張坂戸店のコーナーです。はい、やってまいりました。はい、というわけで今回は、愛車紹介のコーナーということで、はい、インプレッサーなんですけれども、これはどなたのインプレッサーですか？これ僕の GC8 です。初出しですか？初出しかな。まあ追走とかで使ってたりしますけど、はい、まあいろいろレストアしてたんで。レストア、はい、はい、オールペンしたりとか。いや、もともと競技ベースでなんか練習車にしようかなと思ってたんですけど、今いろいろレストアして、ブレーキローターであったりブレーキパッドであったり、いろいろ WinMax さんとかに協力してもらって、今ローターもパッドも今ニュー入れましたし、やっぱ年式的にもう25年ぐらい経ってるんで、はい、やっぱローターすごかったですよ。クラックが危なくて乗れなかったんで、もうこの機に全部、まあ、次はステアリングラックやったりだとか、ショックアブソーバーやったりだとか、まあ、やることはいっぱいあるんですけど、まあ、まだレストア途中ですが、まあ、もうちょっと持ってきました。はい、はい、ちょっとざっくり仕様を紹介していただけないでしょうか。まあ、この GC8 はバージョン5のリミテッドエディションって言って、仙台しか出てなかった限定車なんですよ。でベンチレーションもついてて、はい、まあ要はスバルが WRC に出た時の、まあ、ホモロゲーションモデルっていうモデルになるんですけど、まあ、実際に、なんてインタークーラースプレーだったりだとか、まあ、競技に必要な、パーツもふんだんに取り込まれているので、まあ、言ってしまえば、まあ、自分で改造しなくてももうある程度出来上がってるチューニングベースの限定車っていう、はい、ような位置づけの車になります。エンジンとかって何かやってあるんですか？いや、エンジンは基本ノーマルで、まあ、エンジンも後々、オーバーホールしようかなとは思ってるんですけど、まあ、ロールバーも入ってますし、まあ、正直、ちょっと気軽に練習できるぐらいのイメージの車に仕上げようかなと思ってるんです、はい、あ、そう、一つそういえばさっき見てて気になったんですよ、はいはい、シフトノブに6速って書いてあった気がするんですけどそうですね、GC は純正だと5速なんですけど、そうですよね、同じ型のミッションで6速を使ってる車って結構多いんですよ、はい、でそこから6速持ってきてそのままポン付けで6速にしてるっていう形になりますね、はい、じゃあこの GC8 は6速化されていると。あ、この GC8 は6速化、はい、されてます、はい、ちなみにどの車から？これは確か GDB ですね。 GDB の6速を使ってるので、はい、まあ、あとレガシーとか TY75 って型式のミッションなんですけど、うん、まあ、いろいろな車種に使ってるんで、はい、意外と汎用性が高いいいミッションですね。いろいろ聞いてるとぜひちょっと横に乗ってみたいなと思ってしまったんですが、はい、早速よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、では、はい、というわけでよろしくお願いします。あと内装とかには懐かしさをやっぱり感じますね。もう匂いが GC ですからね。まあちょっとずつ今レストア中なんであれですけど、まあ快適っすよ。割と快適ですか？割と快適です。だって硬くないでしょ、足が。そうですね、なんかすごいしっとりとしてるような足ですね。今スタビライザーも取っちゃってるんですよね。あ、スタビもですか？そうそうそう、スタビもなんか実はつい3日ぐらい前にスタビが折れてるのが発覚して。折れてる。急遽スタビなしでもいいかと。どうせそんなガツガツ走らないし、はい、飛ばしますね。まあまあでも四駆なんでね。この安定感すごいですよね。破綻する感じもないし、破綻するとしてもそう全然そんな感じはないし、マイルドにそのお尻が出てくる感じ。そうなんです。まあ、デフが入ってるともうちょっと綺麗に曲がっていったりするんで。でもこの雨のコンディションって考えるとものすごく曲がってますし。ああ、そう。トラクションもすごいです。タイヤももうちょっと綺麗に直していかないと。安定感がすごい。すごいでしょ。パワーオーバーが。デフが入ってないからやっぱどうしても変なスライドの仕方しちゃうけど、デフが入ってると全く問題ないから。なんか FR 的になんかこうスライドしてるような感じもしますけど。あ、そうね。パワー、本当にパワーオーバー的な感じ。そう、 GC の場合は結構なんていうかな、FR 寄りになっちゃう、どうしても、はい、だけどちゃんとデフ入れてあげるとしっかりそこが四駆の制御になって、
乗りやすくなるんで割といいですよ。でもここの高速の左も120近く出てましたけど、まあまあ、すごい安定感で何も怖くない。豪雨の分散ですからね皆さん。あ、まあ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 そんな早く攻めてるわけではないですから。いやでも十分速いペースですよこれは。閉めるんですけどね、はい、おお。なんかちょっと腰砕け感もありますね。そうそう、腰砕け感になっちゃうんだよデフが入ってないと、はい、それが嫌で。おお、マジか、ここで。おお、曲がる曲がる、すげえ曲がる。回してないのに、まあね、意外とね、ものすごいこうパワー感というかトルク感。そうそうそう。おお、今ので削るのか、怖え。おお、速い。でも本当に四駆ってどうしても重いイメージがあるじゃないですか。でもそれを全く感じさせない、この昔ながらの軽さ、まあまあそれはあるかもしれない、みたいな、やっぱすごくありますね。そうだから、この GC 乗ってるユーザーは結構ずっと乗り続ける人が多いっすよ。だからはい、というわけでひろきさん、はい、すごいなんかこう味のある、まあ味はあります、味は、はい、まあいろいろ直してますし、まあ直さなきゃいけないところはまだいっぱいあるんですけど、うん、まあとりあえずちゃんと運転できるように乗れるように安心していう仕様にはなってます。 GC8 買うときは相談させてください。いやもう高いから買えないよ、山だってこれ普通に3,400とかするから、はい、うん、だからもうなんかプレミアがつき始めてるしパーツも出ないし、うんうん、結構5年ぐらい前に買っとけばまだ買えたけど、今はもう高くて買えない、はい、高いですからね、買えない、そう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 、はい、ということで貴重なひろきさんの GC8 をご紹介させていただきました、はい、すいません、ありがとうございます、はい、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。